ガネお兄さん。わーお絵だね。顔みたいになってる。なってる。スースー。おー、すごい。かわいい。かわいい。うーめみなさん、こんにちは。ひまわりチャンネルのおーちゃんと、おーちゃんで、おーちゃん二人になっちゃった。おーちゃんとおーちゃんです。パパです。パッ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 パン。はい、今日はバレンタインデーのチョコレートを作りたいと思います。おいしいチョコ作るぜ。私はね、おそ松さんにあげたい。おそ松さん大好きだから。パパじゃないんだね。ちなみに作りたいチョコレートは普通のチョコじゃなくて惑星チョコ。惑星チョコって何？じゃあ今日用意した材料はこんな感じですね、はいはい、今回ホワイトチョコ多めで、うん、普通のチョコストロベリー溶かして丸めるだけのトリュフの素、うん、はい、食紅に、あとはこれと飾れます。はい、トッピングたくさんね、トッピングすごい、はい、あとチョコペン、チョコペンです。こんな感じです。じゃあまずはチョコレートを溶かして色をつけたいと思います。はい、ボウルの中にチョコを割り入れてください。はい、はい、割れる、よいしょ、割れる、結構固い、固い、板チョコ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 、はい、はい、全部割りました。おっきいままだけど、これをレンジでチンして溶かしていきたいと思います。はい、600ワットで30秒チンを5、6回繰り返してこんな感じで溶かしました。はい、はい、すごいね。このホワイトチョコに色をつけていきましょう。はい、うわー、サンタ分に負けました。はい、白い惑星と赤い惑星と青い惑星を作ろうと思うので、赤と青の色をつけていきます。はい、はい、マッスル、マッスル、いくよ。わあ、すごい。おっちゃんも入れます。ピンクになっちゃった。なにこれ、なにこれ、わ、色つきました。はい、白惑星と赤惑星と、これは我々に住む地球ですね。じゃあ早速型とかに入れていきましょう。なんか歯磨き粉みたい。本当だ。え、なんか、なんだろう。あ、ま、脇から。あ、脇から出てきた。あ、いい。全然足りないし、表面が脳みそみたい。すごい。じゃ、赤いすんなり出たよね。山盛りになってる。はい、トン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 。はい。こう。よし、やった。ペンでこんな感じに色つけました。これ、これ目だね。顔みたいになってる。ってる。おー、出た出た出た。おー、出るね。いろんな惑星、惑星、惑星。はい、じゃあ爪楊枝でマーブル模様をつけていきたいと思います。うん、みたいに下の方までこすってね、うん。なるべくまん丸くね。まあ、じゃあそのぐらいでいいかな、うん。ちょっと下から見てみよう。ボイチャっぽいんじゃない？なんだ、スーパーボールっぽい。わ、なんか渦巻き書いてるみたい。宇宙の神秘になってんじゃないこれ。ね、アホとしなんかまん丸にするのはちょっとこの型だと難しいかな。このちっちゃい型に、はい、チョコペンでいろんな色を入れてください。一、はい、色じゃないよ、何色もたくさん、はい、ちょっとずつね、いろんな壁にくっつけたりとかするといい気がするよ。これメガネお兄さん、筋肉マッチョマン誕生。あれやわぁ、マヨネーズみたい。そうだね。おおおおおおお、ベースのチョコを入れたら爪楊枝でぐるぐるしてください。はい、なんかベイマックスみたいになってる。マッツマッツン、わお、わお。
普通にうまい。はい。いくよ。あ、食べちゃった。はへー。おー、丸くなってきた。昨日丸めたトリュフを可愛くしていきます。これどうやって可愛くしてチョコペンでコーティングして、うん、惑星みたいにする。ほい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 、やっほやっほ、この中から好きな色のチョコペン選んで。はい、私は紫。おーちゃんは黒。黒好きだね。ガナッシュは溶けやすいから素早く行いましょう。こんな感じで、こういう感じで。かわいい。おお。やっておお。おお、すごい、かわいい。あさまつさんのとどまっくん、おーちゃんの顔です。フラワーフラワー、これはまーちゃんの顔。まーちゃんの顔、ちょっと見てこれ。毒っぽくない？なんかはい、できました。なんだろうね、スーモって感じ。はい、みんなでこんな感じに作りました。こんな感じに作りました。これこの後コーティングするんだけど、うまくいくかな。いいよー。コーティングしてからやった方が良かったかもね。はい、じゃあこれを冷蔵庫で冷やします。はい、冷蔵庫で冷やしました。はい、はい、そしてこの溶かしたチョコレートたちにくぐらせていきます。なるべく薄めにくぐらせてね。難しい。試しにお母さんの行くね。お母さんの何色がいい？じゃあ黒いくよ。あ、ダメだ、思ってたんじゃないね、これね。あー、チーパー。ホワイトチョコだかピンクならいけるんじゃない？3、2、1、GO。ちょっとだけ色が出てきた感じがするけど、あー失敗な。黒が溶け出してる。あ、でもなんか模様で出る。ホワイトチョコでやるといいかも。薄くね、薄くね、薄く、なるべく薄く。あーあー、じゃあ結論はコーティングしてから絵を描いた方がいいね。でも白いのはちょっといい感じだよ。下地の色がちょっと出てきてる。かわいい。よかった、復活した。この惑星には宝石がいっぱいだ。きれい。これおっちゃんの顔。ああ、おぼえび。うめえ、垂れてる垂れてる。なんだつけて、愛の惑星。愛の惑星。はい、できました。なんて名前なのこれ？あの、これね、ニニコちゃん。ニニコちゃんって可愛いんだけど。可愛いね。はいはい、チョコレート固まりました。これはまあね、さっき作ってたところで作ったと思うけど、はい、これも固まって、これは余ったチョコを型に入れました。この辺は、はい、うん、どうでしょう、いい感じかな。惑星をイメージ。これが、これも惑星。こっちの方が惑星っぽいな。あと、おーちゃんが作った動物さん。かわいい、うん、これが本命ね。本命。これが、いい感じにできてるかな。せーの。はい。お。お。どうですかね。でーでー。おー。おー。おー。ぽい。ぽい。ブラックホール。え、ブラックホール？ぽいじゃない？ブラックホール見れないからね。おーちゃん行きます。おーちゃんも行きます。はい、うわー、ハートだ。よし、出てきた。ちゃんのアニマル全部出たよ。はい、全部出たよ。おーちゃんのハードね、うん、ピンク
のチョコかわいいね。これは食紅で色つけちゃったね。そうだね、うん、ハート出してみます。おー、出てきた。色が違う。かわいい、かわいい。アイドルのみたい、アクスみたい。ベース。わっ、大変。宝石の形だ。わお、わお。お、でかいタイヤ来ました。はい、終わり。ハート型チョコかわいい。出てこい。お、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 わお。なにこれ、よくわかんないな。下の色付けはおーちゃんのね。わー、綺麗、これ綺麗。これ10カラットかな。え、もっといってるでしょ。はい、はい、せーの、よ。お、おー、お、おー、わこっちがクリスマスツリーみたい。飾りですね、オーナメント。かわいいよ、十分かわいいよ。かわいい。惑星はやっぱりこっちっぽいね。あ、私はこれが惑星っぽいと思うけど、一番最初にやった失敗のやつも出してみようか。う、ね、うん、せーの。お、そこに出すのかい。あ、地球のなんかどっかの隅っこ。いよいよメインの、いよいよメインの小惑星。小惑星、これが一番綺麗にできてるんじゃないか。いきますよ。はい、どんどん出して。てー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 。こういう星ありそう。私も出したいな。おーちゃんも出したいな。ママも、おーちゃんも、おーちゃんも、ありがとう。はいはい、そうこうね。なめてるんじゃん。はい、どうでしょうこの小惑星たち。これが一番綺麗かな。うん、これが一番ぽいかな、うん、丸くて綺麗なマーブル模様。ちょっと試食してみよっか。うん、はい、はい、食べたいな。あとすごい綺麗にできたやつはラッピングするからさ、わお、取っておいて。これ固まってる、結構いい感じにほら透けてる。これお父さんの作だよ、お父さん。あ、お父さんか。あ、自分かなと思った。すげー褒めてるね。自分かなと思った。うん。え、おーちゃんも食べます。いただきます。おいしい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 。うん。おいしいやんかい。うん。いただき。クロクロスケ。おいしい。くとりそう。はい、おーちゃんがこれ好きです。うん、じゃあこれ食べちゃおう。はい、じゃあ今年はもう間に合わないと思いますので、はい、ね、来年バレンタインに作ってみてください。はい、手作り惑星チョコ。はい、はい、ね、この動画がもし面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくです。はい、誰か押してくれよ。バイバイ。おーちゃん、行っちゃうからね。どこに？まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。